メグロレン、キリンビールと直接契約で、サントリーが55億円投入事業の平野翔と共に CM キャラの頂上へ。ナンバーアンダーラインアイの平野翔27、と並び、スノーマンのメグロレン、27の CM タレントとしての価値が留まるところを知らない。キリンホールディングス、HD は3月7日、メグロと広告企業について直接契約を結んだと発表した。今後、 午後の紅茶やキリンビールの新商品の広告に起用する予定だという。メグロ本人と対話の場を持った上で起用を決めたとし、同社は誠実な人柄、俳優としての唯一無二の魅力、商品や当社のイメージとの親和性を再確認したと説明した。ジャニー北川氏、去年87の課外問題を受けて、キリン HD は2023年9月、 旧ジャニーズ事務所で再発防止などの取り組みが機能していることが確認できるまではタレントと新規契約を結ばない方針を表明していた。この方針には変更がないとする一方、問題に直接関与のないタレントに活躍の機会が与えられないことは、タレントの人権尊重の観点で悪影響が生じるという姿勢を示した。メグロは3月7日にインスタグラムを更新。 異例の長文メッセージでキリン HD と直接契約を結んだことを報告した。この度、キリンビールさん、キリンビバレッジさんとの直接契約をさせていただくことになりました。少し長くなりますが言葉を受け取っていただけたら嬉しいです。昨年事務所の問題が起きてからキリンホールディングスの皆様には、この問題に対して本当に真摯に向き合っていただいておりました。